ロバート・カミング・シェンク、ロバート・カミング・シェンク、ロバート・カミング・シェンク、1809年10月4日から1890年3月23日は、アメリカ合衆国の軍人。南北戦争では、北軍の将軍を務め、第1次ブルランの戦い、クロス・キーズの戦い、第2次ブルランの戦いに参加した。1809年10月4日、 オハイオ州オ修王連軍フランクリンにて生まれる。1821年に父親と死別。ジェームズ・フィンドレーの貢献を受けて成長する。1824年、マイアミ大学に2年生として入学。1827年に文学志望を取得し大学を卒業するが、その後もオハイオ州オックスフォードに残り、フランス語やラテン語の個人教師に従事した。1830年、 文学修士号を取得。トマス・コーウィンの下で法律を学び1831年に弁護士認可を受ける。その後、ハをシューデートンに移り、開業弁護士として、頭角を表しジョセフ・ハルゼー・クレインと共同で、弁護士事務所、クラン・シェンクを経営した。1838年には政界への進出を目指し、衆会議員に立候補するが敗北。 1841年、再び衆会議員に立候補し当選する。1840年の大統領選挙では、保育党を支持し、有能な演説者の一人として高い評価を獲得した。1843年に、連邦会議員に選出され、1849年まで4期連続で当選。1847年には、道路運営委員会の委員長も務めた。 当時、奴隷制廃止の申し立てを抑制するため長期にわたり、言論統制法が施行されており、シェンクはこれを撤廃するよう訴え、また米国戦争を奴隷制度を促す侵略戦争だと批判した。1851年、連邦会議への再選を辞退すると、同年3月、ミラード・フィルモア大統領から中ブラジル講師に指名され、また中ウルグアイ講師、中アルゼンチン講師、 中パラグアイ公使の信任状も与えられた。彼は、ブエノスアイレス、モンテビデオ、アスンシオンを歴法してラプラタ川及びその、支流流域諸国と条約の締結に成功。そのうちの一部はアメリカに、最恵国待遇を与えるものであった。しかし、ウルグアイとの通商条約は、アメリカ上院が批准を棄却。これは1852年の大統領選挙における。 ホイック党の敗因の一つとなった。1854年、オハイオ州駅教。一般的な共和党員の立場からすれば、シェンクに対する印象は悪いものではなかったが、ジョンシー・フレモントが彼に対して非常に強い反感を抱いており、シェンクは一時的に政治から離れる。彼は、オハイオ州において弁護士として、名声を確立し、またフォートウェイン西部鉄道の社長となった。 シェンクはその後も共和党内でより多くの支持を獲得し、1859年9月にはデートンで演説を行い国内で高まりつつある敵意に言及。この演説において共和党はエイブラハム・リンカーンを大統領指名すべきであると主張した。これは公の場においてリンカーンを大統領候補として支持した最初の出来事と考えられている。1860年に シカゴで開催された政治集会とその後の選挙運動においても強い熱意でリンカーンを支援した。サムター要塞が砲撃を受け南北戦争が開戦するとシェンクは大統領と面会し軍への参加を申し出た。シェンクは後に当時のことを次のように述べている。シェンクは1861年5月17日に北軍に参加し、 志願兵順将として任命を受けた。陸軍主管学校出身者からは政治的将軍と別視された。シェンクは軍人ではなかったが、軍事科学について熱心に研究していた。シェンクは最初の戦闘において貨車による偵察を試みたが、シェンクの中隊は銃撃を受け、若干らが負傷した。シェンク将軍は兵士に対し、貨車から降りて突撃するよう加盟した。 だが、その後、公兵が下車と共に逃走し、少数の兵士を置き去りにした。しかしながら敵兵は、取り残された兵士を大軍隊の先兵隊と勘違いし、捕獲することなく立ち去った。この出来事は後にウィンフィールド、スコット将軍の調査で、ビエの事件として知られるようになったが、鉄道での一件は、陸軍士官学校出身のダニエル・タイラー将軍の手引きであったとされ、 シェンク将軍の名誉は守られることとなった。しかしながらこの出来事はその後も、シェンクの信用を傷つけるために、しばしば言及された。続いて1861年7月21日、シェンク将軍は第一次ブルランの戦いに参加し、ダニエル・タイラー将軍の師団で旅団を指揮した。戦況は劣勢で、各部隊には間もなく撤退の命令が下った。 シェンク将軍は自身の旅団を大軍から分散させることなく引き上げさせることに成功した。その後シェンクはバージニア州西部でウィリアム・ローズ・クランズの指揮下に入り、続いてジョン・シー・フレモントの下で作戦に当たった。シェンクは1862年の渓谷戦役でクロスキーの戦いに参加し、フランツ・シーゲル不在の際に一時的に第一軍団を指揮した。 その後、シェンクは、ジョン・ポープ将軍率いるバージニア軍に加わることを命じられ、第二次ブルランの戦い直前に合流した。シェンクは2日間にわたって戦い続けた後、2日目に重傷を負い、右腕に障害を残した。シェンクは、その戦闘後の1862年9月18日に、少々に昇格した。シェンクは6ヶ月にわたって、 戦地勤務へ復帰することができなかったが、中部軍事省の指揮権を与えられた。シェンクは動揺するメリーランド州民との交流を図り、配信、反逆行為の抑制に努めた。だが、南部を支持する一部の州民からは、不評を買った。1863年12月3日、シェンクは共和党員として、連邦会院議員に専念するため、士官を辞した。 1862年末、シェンクは、オハイオ州第3選挙区から、連邦会議員に選出され、1863年3月から、第38連邦議会に参加した。シェンクは、対立候補である、民主党のクレメント・バランディガムを大佐でした。シェンクは着任して、すぐ軍事委員会委員長に就任した。軍事問題に関してシェンクは、正規兵よりも、 志願兵に対して温厚な姿勢を取った。またシェンクは南部からの脱走兵に非常な立場を取り、彼らの公民権を剥奪すべきとする法案をいくつも提起した。その一方で下級将校や兵卒には温和な態度を見せた。シェンクは第41連邦議会まで4期連続で会員議員を務め、第41連邦議会では再入委員会委員長を務めるなど、 会員での指導者的立場についた。シェンクは1870年末に連邦会員議員5期目の再選を目指したが失敗した。シェンクはユリシーズ・グラント大統領から中イギリス公使への指名を受け、1871年1月5日に会員議員を辞職した。シェンクは1871年7月に都営した。シェンクはグラント大統領の要請により、 アラバマ要求の解決を図るための交渉委員会の一員となり、その解決に当たった。そして、シェンクは特に南部海軍帝督、ラファエル・セムズラが引き起こした問題を中心に扱った。またシェンクは講師としてサマセットでの宮中パーティーに参加し、ビクトリア女王の歓迎を受けた。シェンクはそのパーティーにおいて参加者の公爵夫人から、 ポーカーのルールを書き留めてくよう催促された。公爵夫人はシェンクが書き留めたポーカーのルールを個人的に印刷、複製し、その後の各所のパーティーで使用した。この時シェンクが書き留めたルールは南北戦争中にアメリカで流行したドローポーカーであり、このルールは柴叩く間にイギリス中に広まった。その結果、ドローポーカーはイギリスにおいて、 シェンクのポーカーとして知られるようになった。1876年、シェンクは、ユタ州、オルタ近郊のエマ銀山最高会社で幹部に就任し、イギリスでの営業活動に自身の名前を使用しても良いとする許可を会社に与えた。シェンクの名は、中営講師として広く知られるようになっていたため、イギリス国民から多額の投資が集まった。シェンクの名が使用された当初、会社は、 内部社取引により利益を確保し、出資者は大きな配当金を受け取ることができた。だが、間もなく鉱山が採掘され尽くしたことが知られ、株価は暴落した。シェンクは大きな非難を浴び、家宅捜査を要求された。シェンクは1875年春に公師職を辞任した。連邦議会はその後の調査において、シェンクの行動は犯罪に該当しないが、 自身の名前や立場を貸し出したことは非常に悪いファンであったと結論付けた。1875年末、シェンクはイギリスから帰国し、ワシントン DC で弁護士業を再開した。シェンクは1890年3月23日、ワシントン DC において80歳で死去した。シェンクの遺体はオハイオ州デートンに埋葬された。父親はオランダからの移民の子孫。 ウィリアム・コーテニアス、シェンク、母親はエリザベス・ロジャーズ。1834年8月21日、シェンクはニューヨーク州スミスタウンにおいてレンネルケ・ウッドヒル・スミスと結婚した。二人の間には6人の娘が生まれ、そのうち3人が青年まで生き残った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。